両選手、互いの手の内を探るような静かな滑り出しそういえば、テストなんでもんもあったの。うっかりしとったわいもう、おじいちゃんその場にいたんでしょちゃんと言っておいてよ そんな細かい言葉でいちいち覚えとらんわもう年を取るとは嫌よねまったく何をたった1,000歳しか変わらんくせにああのもう少し静かにした方がそれとも一度通信切りましょうか あ、ごめんごめんが、頑張ってねきっと大丈夫よ50点じゃろ普通にやれば取れる点じゃお前だといいんだけど…ぐぬぬぬぬ、おいしっかりやるんじゃぞこれはどうしたことかピッコロ選手の攻撃が全く… ボタモ選手ピッコロ選手の攻撃を全て吸収しているようですおいお前さん大丈夫か計算ミスなど専用になああ名前はちゃんと書いたじゃろうなおじいちゃんうるさいわよ たも選手場外第七宇宙。合格ですね。さあ、ピッコロ選手と次に戦う第六宇宙の選手は。合格したようだな。何。 にしても気の早いやつだなピッコロのあとに出してやるから一回戻れ悟空おやおや悟空さんミルス様悟空君ん見つけましたよ何をやってたんだお前は わりわりおら日にち間ちえてたみてえだ君のところにいいたたみたいです。まあいいお前たちはこっちに来いですからちゃんとテストは受けていただきますよ、うんっいい加減、ルールを覚えていただきませんと悟空 お前は先にテストだ。はあ、ちょっと待てよ後から追加ばっかりおかしいだろいいだろこれでちゃんと5対5だフェアじゃないかそれともそんなに自信がないかそそんなことねえぞ とりばやくここから先の試合はタッグマッチにしねえか今度は何をたくらんでるんだまあいいじゃあお前にはピッコロとタッグを組んでもらうぞ。よしキャベー出ろフロストとタッグだ